だからね、市内に来て最後のメリットはこういうとこに安くアクセスできるところだよ。盛大いるとここまで来ようと思わないからさ、めんどくさってなるから、こういう時に来た方がいいよ。来た方がいいのが、食べ過ぎちゃうし飲み過ぎちゃう。今しかないと思っちゃう。うまいね、ここはやっぱり。こうやってね、一人話しか撮ってるわけですよ。このナスがめっちゃおいしい。これうまいよね。あんま頼まないじゃん。した俺まだ食べれそうですね。でも全部美味しい。いただきます。迷う中間千万やん。いけるでしょ。めっちゃお酒飲む人には多分合うと思う。ちょっと癖はもちろんあるけどね。おいしい？よかったよかった。おいしいでしょ。いやこのセブン頭おかしいっすよ。ビールが売ってる、しかも生で。そのなんかカップで出すやつ。これ、おお。でまだここどこだっけ？行天宮の近く？ちょっと入ったところか。どこか分かってないっす。じゃあお疲れ、乾杯です。お疲れ様です。まあ、美味しいね、美味しいね。最初からこっち飲めばよかったわ。甘いの飲まなくて。どうですか？美味しいです。やーほー。今日はお疲れ様でした。まだこれからもぜひ飲んでください。いやー、ほんと美味しいです。まあ、まだ今日は長いんで、はい、じゃあそれでは。